はい。今回はですね、えー、小室圭さんの母親、小室佳代さんのですね、えー、元婚約者がですね、まだ金返す気ないぞと、えー、悲しんでいらっしゃる様子のですね、えー、コメントを発表しましたので、えー、この件についてですね、お話ししていきたいと思います。まあですね、非常に落ち込んでいらっしゃるので、えー、真子様だけではなくてですね、小室一家と関わる元婚約者までですね、えー、PTSD に関わっちゃうんじゃないですかね、えー。どんどんですね、これ被害者増やさないでほしいですね。 はい。あとはですね、今回小室さんに関わるニュースということで、初めてですね、この王冠を被って、えー、お話ししていきたいと思います。<laughs> はい。<laughs> はい。それではですね、今回こちらですね、えー、金銭トラブル進展なし、小室圭さんの母の元婚約者がコメント公表っていうのでですね、えー、こちら、朝日新聞の記事をもとにですね、えー、お話ししていきたいと思います。 秋篠宮家の長女、真子様と今月26日に結婚する小室圭さんの母、か代さんの元婚約者男性が10日、代理人を通じてコメントを発表した。か代さんと男性の間の金銭トラブルについて、現状では進展はなく、体調不良のか代さんに代わり、小室さんから解決金の話をしたいと、 小室さんの代理人弁護士から提案を受けているという、というのでですね。まあ、解決金というか借金返せっていう話なんですけどね。まあ、解決しようぜっていうお金じゃなくて、あくまで借りたお金返せって話ですからね。まあ、これだけですね、えー、メディアで報道されて、国民からですね、批判もされて、えー、それでもですね、えー、金銭トラブル解決する気のない小室佳代さん、恐ろしいですよね、この無視を、無視を貫き通すってもう、なんかすごいですよね。お金借りてるのに、 お金返せって言われ、て言われるとですね、急に音信不通になる、非常識な人っているじゃないですか。まあ、同じですよね、これ。あとですね、ちょっと話し逸れるんですけども、この記事の冒頭ですね、気になる点がありました。これ皆さんお気づきでしたかね実はですね、小室さん、これ、30歳って書いてあるんですけども、30歳になったんですよ。誕生日がですね、10月5日と言われていますけども、小室さん、ついにですね、30歳になりました。 おめでとうございます。えー、誕生日はですね、小室圭さんも隔離中。それからですね、小室佳代さんもですね、えー、隔離する必要ないんですけども、セルフ隔離をしている状況ですので、えー、誕生日ケーキ食べれなかったかもしれないですね。はい。まあ、小室圭さんのですね、家に野獣まで集まっている方々、もしよろしければですね、ぜひ、ケーキをですね、えー、届けてあげたらいいんじゃないでしょうか。多分、二人ともですね、えー、喜ぶと思いますよ。 でもう一つですね、えー、10月11日、このですね、動画アップロード日ですね、小室圭さんの自主隔離期間が終了します。えー、小室圭さん、この点についてもですね、おめでとうございます。シャバの空気は美味しいですよ。はい、楽しみにしといてくださいね、明日。はい。えー、それから、金銭トラブルをめぐっては、小室さんが4月に経緯などを説明する文書を公表し、男性に解決金を支払うことを提案。 男性は代理人を通じて交渉ができればと応じていた、まあ。あくまでですね、小室圭さんから支払うと提案していますと。えー、その後、男性は直接加代さんとのやりとりを求めていたが、加代さんの体調不良で実現しなかったという、代わりに小室さんが応じるという提案に対して男性は、圭さん本人の意思を伝えてくださいとお願いしていますが、未だに届いていない状況という、というのでですね。 まあ、支払う、支払うって言ってですね、催促すると、えー、無視をすると。もう、やるやる詐欺ですね。はい。えー、それから男性は、かよさんの体調不良と、まこさまの複雑性 PTSD の公表について、責任を痛感しており、心から申し訳なく思っております、とした。その上で、今後の交渉については、かよさんの体調が回復するまで待つつもりでありましたが、結婚を控えた、K さんの気持ちを無視するわけにもいかず、 どうしたら良いか、苦慮しているところと明かした。というのでですね。これですね、元婚約者の方がですね、責任感じる必要もなければですね、申し訳ないと思う必要も全くないと思いますよ。えむしろですね、よくですね、これ公表してくれましたと。世界中にですね、正しい情報を発信してくれて、ありがとうございましたと。感謝申し上げたいぐらいですよ、日本国民のみんな、皆さんは。 もう、まこさまのですね、この PTSD はですね、元婚約者の責任ではなくって、小室親子の責任ですからね。まあ、主には小室佳代さんの責任かもしれないですけどね。元婚約者の方ですね、全く悪くないと思いますよ。えー、苦慮してるっておっしゃってますけども、これですね、小室佳代さん、まこさまだけじゃなくってですね、元婚約者までですね、これ PTSD にさせてしまうつもりですか このままだとですね、次々に被害者が出てくるんですけども、もう自分が病気だとかって逃げるんじゃなくって、人を病気にさせないように困らせないようにですね、きちんと責任を持ってですね、対処いただきたいですね。はい。えー、それから、かよさんと男性は2010年から2012年に婚約関係にあり、その間、生活費などとして男性から小室さん側に400万円以上が渡った。 2017年末にこのことが金銭トラブルとして週刊誌で報じられ小室さん側は2019年男性から返してもらうつもりはなかったと言われたため解決済みの事項と認識していたと説明していたその後代理人同士の話し合いをしていたが交渉は進まず小室さんは今年4月8日誤った情報を訂正するとして A428 枚に及ぶ説明文書を公表小室文書ですね その4日後に男性に解決金を渡す方針を明らかにしていたっていうのでですね。これですね、勝手に返さなくていいって発表しちゃダメですよね、これ。もうそのまま結婚していれば、まあ確かにそのまま返してもらうつもりもなくって、返せっていうことなんてですね、言われなかったかもしれませんけども、実際に結婚しなかったわけですからね。 ま、そこはですね、勝手に返さなくていいって判断しないで、相手に確認すべきですよね。だってこれ、400万円ものお金ですよ。ふざけてますよね、だってこれ。発した金じゃないわけですよ。えー、確認しないどころかですね、相手から返せって言われてるのに、無視し続けてますからね。返さなくていいと思っていましたって言い訳してもですね、それ、信用してもらえないですよね。だって、返せって言われても返さないんですよ。まあ、よほど返したくないんでしょうね、無視するっていうのは。 これですね、400万円もですね、結婚するする詐欺で、えー、無視してお金も返してもらえない。 このままだとですね、PTSD にかかってもおかしくない元婚約者ですけども、皆さんはですね、元婚約者のこの状況ですとか、小室家のこの対応について、えー、皆さんどのようなご意見をお持ちでしょうか、えー、皆さんのご意見についてもですね、えー、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。まあ、今後ですね、もしかしたらもう隔離期間解けるので、えー、12日からですね、また新しいニュースいろいろですね、いろんな展開あると思いますので、そのあたりもですね、えー、どしどしお話ししていきたいと思いますので、えー、ぜひですね、 え、チャンネル登録の方もお願いします。まあ、もちろんですね、小室家に関わらずですね、いろんな面白いニュースあればですね、えー、どんどん取り上げていきたいと思いますと。えー、それからですね、YouTube 以外ですね、えー、Twitter と Instagram をやってます。えー、こちらもですね、えー、よろしければフォローいただけると嬉しいです。アカウントはですね、概要欄にアカウント載せてますので、えー、ぜひ確認いただければと思います。はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。